救世軍、救世軍、救世軍は、ケネス・メーナーが代表を務める日本の法人である。なお、英語の、ザ・サルベーション・アーミーを、救世軍と日本語に翻訳したのは、尾崎幸夫である。世界128の国と地域で、伝道事業、イコール宗教活動、社会福祉事業、教育事業、医療事業を推進するキリスト教、プロテスタントの教派団体。 日本では日本福音同盟に加盟している。軍隊を模した組織をとって行う活動や、クリスマスを中心とした年末に行われる募金活動、社会鍋で有名。旧世軍は1865年にイギリスのメソジスト教会の牧師、ウィリアム・ブースと妻キャサリンによって、ロンドン東部の貧しい労働者階級に伝道するために設立された。 設立当初は、キリスト教伝道会、東ロンドン伝道会と称する超教派の伝道団体だったが、軍隊式の組織編成、メンバーの制服、聖望、階級書類の着用、軍隊用語の使用などを採用し、1878年に、旧世軍と改称した。改称にあたってウィリアムは、ノットボランティアアーミー、バット・サルベーションアーミー、義勇軍にひず、 救いの軍なりという典型を受けたという。1880年代に爆発的に強制が、新長し、ブリテン諸島から海外に拡大した。解消に伴い、距離もメソジストホーリネス色が濃いものとなっていく。現在、旧政軍は、国際連合経済社会理事会、e コサックにおいて1947年以降、特別協議資格を持つ国連 NGO である。 米国経済専門誌、フォーブスの1997年8月11日号では、ピーター・ドラッカーが全米で最も効率の高い組織として評価され、1991年と2004年にはノーベル平和賞候補に挙げられた。世界福音同盟の加盟団体でもあり、及び世界協会協議会とも非加盟の提携関係にある。 全世界で1万2000カ所近くの社会福祉施設、教育機関、医療施設を運営している。旧世軍の軍旗、地と火は、救いと清潔、清めを意味し、旧世軍のモットーでもある。日本では1895年から山室、軍兵らにより布教活動が行われ、廃尚運動を皮切りに、現在では、医療施設や社会福祉施設の運営。 他国の救世軍と連携しての内外の災害発生時の支援活動なども言っていい。他に、著名な信徒としては、自由民権運動家の村松愛蔵、落合虎一、ルーテル協会牧師の川瀬徳太郎、元組合派牧師、金森通林、政治家の石破茂の曽祖,祖父、婦人民主クラブ呼びかけ人、山室民子、軍兵の長女、聖書神学者、渡辺善太、 大和運輸元社長、小倉正夫、日本聖書教会副理事長長野代、旧政軍中将、元日本軍国司令官、伊藤藤夫廃敗運動活動家、芸雑誌、バラ族創刊者で、元編集長の伊藤文学の祖父、軍兵の長男、山村武法及びその妻で作家の安倍光子らがいる。当時日本領だった朝鮮半島では1908年に活動が始まり、 1928年頃に、京城の明洞で、社会鍋による募金活動が始まった。1940年、昭和15年に、山室軍兵中将が死去すると、憲兵隊により、旧政軍幹部らが取り調べを受け、旧政軍解散を迫られた。そこで、日本旧政団と組織変更をすることになった。団長に、日本旧政軍士官学校校長だった。 渡辺林太郎が選出された。日本1940年9月23日決断式が挙行された。1941年6月に日本キリスト教団が設立されると第11部として加入した。1946年9月に日本キリスト教団を離脱して旧政軍が再建される。ロンドン万国本営との関係を回復する。 1947年2月、渡辺団長が死去するが、上村駅造少将が日本旧世軍司令官に就任して再建活動を開けする。時の声を復刊し、社会なべ、連帯制度などを復活させ今日に至る。現在の旧世軍の日本での活動は、東京都千代田区神田神保町2丁目に法人本部である日本本営を置いている。 1891年にウィリアム・ブースは、著書、最安国の英国とそのデジを出版し、都市植民、農業植民、海外植民の3段階からなる社会改良計画を発表。10万ポンドの事業資金を公募し、大規模な社会福祉事業に着手した。旧政軍は、世界本部であるバンコク本営をイギリスのロンドンに置き、最高会議において、 主官の中から選出される、単独の最高指導者、大将によって統率される。大将の任期は、原則5年、70歳定年で、2013年、現在の大将は20代目のアンドレ・コックス、前三謀総長。なお、創設当初から、男女同権の思想が強く、女性の主官も多い。過去にも、女性の大将が3名選出されている。 旧政軍の法的根拠は、イギリス国会の個別法、プライベートアクトオブパーラメントである、規約証書、増法規約証書、1980年旧政軍法に規定され、その変更には、イギリス国会の承認を必要とする。旧政軍の組織統治は、進行面においては、11カ条の旧政軍協理と、その公式解説書である、協理便団に示される基準により、 実行面においては、軍令及び軍律とそれらを補足する、覚書に示される基準により、監督政治を通じて行われる。進行上及び実行上の逸脱に対しては、兵籍調査会、士官審査会議、調査委員会が行う審査に基づいて、公務禁止、停職、除名等の規律が執行される。協理便乱と、各種、軍令及び軍律は、 大将の権威によって発行され、随時改定される。現在の日本の旧政軍は、法的には、以下の二つ、かつては三つの法人格で活動している。2013年現在の代表者は、日本軍国司令官、ケネス・メーナー大佐、在任、2016年。軍国司令官の補佐役である、初期長官は、藤井賢治大佐補、在任、2013年。 日本では、おおむね5年に1回のペースで、全国大会が開かれており、2005年、2010年など、年の末日にレーと後のつく年。ただし2015年は開催されず、2016年に開催された、組織に関する議論や決定が行われるほか、万国本営より大将や参謀総長らが呼ばれ、大規模な伝道集会が開かれている。伝道集会の説教者には、 軍外の人も呼ばれており、過去には村岡花子らが説教をしている。その他、まだ信仰に至っていない旧道者や他の教団に所属するクリスチャンが客員として集っている招待もある。また、地理的な事情、例、旧政軍の招待から遠く離れた地域に仕事などの理由でいましている等で、他のキリスト教会に集っている旧政軍メンバーも存在する。 出典、八北に良子、何でもわかるキリスト教大辞典189から191ページより、この言葉は、www, ホワイルウィメンウィープ、女性が泣いている限りとして語り継がれている。日本の連帯及び、招待の公式リストはこちらを参照。旧西軍の教理は、恩健な、ウェスレー派の特色を持つ11箇条の、 信仰告白によって規定されている。礼拝にはピアノやオルガンとともにブラスバンドが使用されるミュージカルガイズドールズでも取り上げられた。軍歌旧制軍用語。他派での賛美歌は独自編集の旧制軍歌集を使用。楽曲は他の教会賛美歌と重なる日本では中田語編さん、翻訳の成果と 日本キリスト教団賛美歌の両賛美歌集より、抜粋が、旧政軍信徒による、作詞、作曲の賛美歌もある。礼拝形式は、一般のキリスト教会と同じく賛美歌、祈祷、説教などにより構成。必ず、証言の時間が設けられることが特徴。洗礼や聖産式などの精霊点は行わない。これは、旧政軍がもともと超教派の伝道団体で、 会員は原則として全員どこかの教会で、すでに洗礼を受けたクリスチャンであったことや、アルコールが入っているワインを使う生産を忌避したことに起因すが、現在は形式主義を排するためと説明されている。代わりに、礼拝後に愛三会、食事会がしばしば行われる。洗礼は、改修の前で、信仰告白を行う、入退式で代替する。入退式を済ませた退、退員。 兵士は他の教団、教会でもクリスチャンと認められ、プロテスタント教会での生産式も本人が希望すれば受けられる。説教は単純であり、神学的理論よりも精霊体験を重視する。礼拝の中心は恵みの座と呼ばれる木製ベンチでの祈りに置かれる。伝道方法、管理運営、財務、意思決定については対象の権限によって発行される各種。 軍令及び軍律によって詳細に規定されている。神学的には、メソジストやホーリネス運動を土台とする恩健な、福音派であり、リベラルとファンダメンタリズムのちょうど中間に位置する。とはいえ特定の神学理論や、聖書解釈を個々の信徒に押し付けることはなく、リベラルで社会派的傾向を支持する信徒もいれば、畜後霊関節や千年王国論を支持する。 保守派の信徒もいる。ただし、旧世軍全体の公式見解では、畜語霊関節は取らず、また、キリスト教以外の宗教にも敬意を持って接し、一定の知識を得るように学ぶこととされている。信徒の生活規律は厳しく、特に禁酒、禁煙は絶対とされている。これは、アルコール依存症者の回復支援をしているためと、飲酒、喫煙を、 近代の社会悪の症状と捉えているためである。また、ポルノや性風俗、開放的な性生活、ギャンブル、薬物、ドラッグの摂取なども忌避する傾向にある。同性愛者などのセクシャルマイノリティに対しても、費用認的態度を示す。このため、アメリカでは、同性愛者の社会的権利を保障する、地方自治体の条例への対立から、救世軍が、 地方自治体から受けていた社会福祉事業の委託契約を打ち切られ、これに対して万国本営も同様の条例を持つ地方自治体との委託契約には一切応じてはならないという方針をアメリカの軍国に命じるという事例が発生している。士官は士官同士でしか結婚できない。このため既婚者が士官となるには夫婦揃って士官学校、 神学校に入る必要がある。過去には、士官夫妻の妻には、夫の階級の後に、夫人とつけて呼ばれてた。例、少佐の妻は、少佐夫人が、1996年からは、階級の異なる士官が結婚した場合、本来の奉仕年限に関わらず下級者は、昇進するようになった。例、注意と大尉が結婚した場合、夫婦両方が大尉になる。 2001年以降は夫婦であっても階級は奉仕年限によるように制度が改定された。例外が対象の配偶者で中将の階級になる。社会福祉活動には極めて熱心であり、キリスト教会随一と言われる。上位家達の軍隊式組織により高い活動効率を誇る。現在は医療福祉、老人、障害者、児童福祉。 ホームレス支援の焚き出しや施設運営などが中心。災害救援の対応も早く、阪神・淡路大震災の際は、キリスト教系団体の中では最も早くボランティアを組織し駆けつけた。新潟県中越沖地震や東日本大震災の際にもボランティアが給食活動などを行っている。また、海外では、医科大学や幼稚園の運営といった教育活動も、 盛んに行っている。募金活動の一つで年末に行われる。社会鍋は記号になるほど有名。バザーも頻繁に行っており、東京などでは専用の会場で常時開催されている。収益金はすべて寄付に回される。かつては職業紹介や失踪者捜索など、現在は行政や警察が主体となっている活動も行っていた。政治との関わりを嫌い、 政党の党員は、士官学校に入れない。戦争などについては、兵士のメンタルケアやカウンセリングには熱心だが、戦争そのものを止めるためには動かない。また、貧困についても、救援物資の調達、配布には熱心だが、行政への働きかけなど貧困脱出への具体的な、施策は行わない、とされる。もっとも海外においては、イギリスやカナダの本営が、 イラク戦争反対や核兵器廃絶を願う信仰告白を発表するなど若干の軌道修正が見られる。日本では戦前に山室軍兵が宗教団体法に賛成したことや太平洋戦争を海外伝道の良い機会であると肯定的に捉えていたこと、帰還し時の声が言語表示だったり1 9八十年代までは皇族の誕生日のたびに 祝いの言葉を帰還し、時の声の一面に乗せていたため、右翼的、保守的だという評価もある。しかし、1940年に軍兵の著書、平民の福音が発禁処分となり、イギリス人宣教師と上村駅造ら日本人士官がスパイ容疑で逮捕されたり、皇軍以外で軍を名乗る組織が存在することは認めれないという理由で日本救世団に 強制解消させられ、最終的には日本キリスト教団に吸収され事実上の解散状態に追い込まれたなどの経験から、実際には右翼的潮流に組みすることはあまりない。2008年10月2日には国際社会正義委員会が軍内に設立され、社会問題についても積極的に取り組むことが表明された。日本本営は、 かつてはリベラル派の日本キリスト教協議会 NCC 世界協会協議会 WCC エキュメニカル系に加盟していたが活動内容が政治的すぎると脱退しばらく日本キリスト教連合会のみに加盟していたが万国本営の勧めで福音派の日本福音同盟 J 世界福音同盟系に加盟しかしアジアキリスト教協議会への加盟や 世界祈祷日、毎年3月第1金曜日への協力など、NCC との連携は、現在も続いている。かつての制服は、旧政軍が発足した、当時のイギリス軍の軍服を模したデザインであり、爪入りだった。現在は黒に近い濃紺、地域等により白、グレーベージュの場合もあるの、シングルブレスト解禁で、男性はワイシャツに、ネクタイ着用、女性は、 ブラウスの襟元に、旧西軍のマークのブローチ着用 U ブルザーに近いデザインのものとなっている、夏服として半袖、または長袖のワイシャツブラウスにネクタイか、ブローチ着用、もしくは解禁というスタイルも存在する。士官は原則として、制服の常時着用義務がある。可視官、兵士については以前は、士官と、 同じく制服の常時着用義務はあったが、現在は大会や伝道集会などを除いては、推奨にとどめ、普段にでの集会参加を容認している。制服の検証と襟章、夏服のシャツブラウスは検証のみ、が、階級賞であり、主官の検証と襟章は赤字、下士官、兵士の検証と襟章は青字、または黒字で検証に入るマークが、階級により異なる。 エディションイルマークは、同じ軍国の中では、全階級共通。なお、聖望の傍傷は、クレスト、旧西軍の紋章を用いており、鉢巻き部分には、活動地域の言語で、旧西軍の文字が入っている。旧西軍人が制服を着用することは、神の愛に生きる、誓いの証という意味を持つ。また、特に旧西軍発足当初の女性の旧西軍人の、 制服着用には、酒場などで、電動活動を行う際に、商府と間違われる子を、避けるという意味もあった。制服は日本では、需要の絶対数から、オーダーメイドであり、一式で8万円前後だが、発祥の地であるイギリスや活動が盛んな欧米では、既製品が日本に比べて、アンカー、日本円に換算して、 一式で3万円ほど販売されており、インターネットでの通信販売も行われている。軍服帳の制服、性帽の着用や、軍隊帳の用語の使用は、外部者には一見得意に移るが、礼拝の形式、内容は、一般的なメソジスト教会と同様のものである。ごく一部に、カルト宗教ではないのかという誤解もあるが、キリスト教会において、 イタニアカルトとして扱われることはなく、社会的にも宗教組織というよりは、キリスト教系の社会福祉団体や NGO 一種と見なされることが多く、欧米では救世軍への寄付が控除対象となる国が多い。反則キャンペーンを利用して膨大なマイレージサービスのポイントを獲得したデビット・フィリップスは期限にプリンの放送からバーコードを剥がすため救世軍や、 フードバンクにプリンを持ち込み、プリンを寄付する代わりに作業を手伝ってもらったことで、結果として815ドル分の控除を受けた。一方で、種類や売春への態度から、アルコールや生産業には嫌をする者もおり、イングランドでは、スケルトンアーミーと呼ばれる団体が、該当活動を行っている、旧制軍人に、妨害や暴力行為をしていた。実態は、酒場や、 召喚の経営者に雇われた頃付きであり、デモ隊を結成しての人活動などで警官との衝突も発生していた。日本でも過去には、廃傷運動を行っていた、旧西軍人、伊藤文学の祖父、富夫など、が、遊郭経営者に雇われたヤクザに襲われ、重傷を負わされるという事件が起きている。日本最北の縁がある正体、1913年設立。 が置かれている北海道門別郡縁軽町の北海道道社那淵瀬戸瀬停車場線には旧西郡にちなんで命名された旧西橋がある。同条大初代小隊長の田中や三郎隊員が1915年、資材を投じて雄別川に建設したもので、北海道が建設した現在の五代目の橋にもその名が受け継がれている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。